ミッション17とゴジラスギが使えるの？ヘリック共和国崩壊から3年。おお。新皇帝ボルフムーロアの支配のもと、惑星 Z には表面上は平穏な日々が続いていた。ネオゼネバス帝国の侵略軍とは思えないほどの穏やかな支配による安心感は、市民たちから抵抗の意思を薄れさせていった。そうか。一方、ゲリラ戦で抵抗を続けていた共和国軍だったが、わずかに残された拠点もネオゼネバス軍に潰され、次第に追い詰められていた。だが共和国軍はまだ勝利を信じていた。ルイーズ大統領が残した設計図をもとに開発が進む新型ゾイドがある。そして彼女の残していったメッセージがあった。ザック2105年、生き残った共和国軍の祖国を取り戻す戦いは目前まで迫っていた。てん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 、そういうことか。新たな戦争が始まるぞ。ケニヒウルフが出てきたか。アーバイン、いろいろ加わったな。使えるのかな。オッケー、奇跡は起きるか。うし、作戦説明シンプルですね。敵の全滅と。よし、基地を守り抜け。まあ一応アーバインは強制と。セイモス、セイモス、グスタフ、ブレードライガー、ジェノザウラー、ヘビーアームのケイニキヒウルフ、一応ね、これでいきます。
クルトライガー使うかな、わかんねえな。セノザウラ使わないよな多分。これでいこう。リングだ。何？やだやつだ。おい。デススティンガー KFD って書いてある。量産型ガガンスナイパーに。ダークスナイパーか。おい、ここにもいる。攻めてくるのを待つか。攻めてくるかな。こいつら待機するだろう。いきなり攻めてきた。攻めてきた。攻めてくるね。攻めてきますよ。こいつら止まったな。止まった止まった。おお、来たか。よし、いいぞ。こいつを倒せば陣形を整えることはできる。いたぞ、あそこだ。キカンキカン。的は大きいんだ。当ててやる。うわーし、一撃必殺。一撃で終わった。片付けた。総員待機。オッケー。よし、いいぞ。どういう風にしようかな。あんまりお前にやりすぎると困るんだよね。この辺にするか。ここに並べる。1、2、3。この辺でいいか。いや、ここで連携は大丈夫だろう。あ、しまった。攻撃するの忘れた。攻撃忘れてましたよ。
you